どうもこんにちは、今回はですね、見てくださいこれ、いろんなものが並んでますけども、スケーターさんとですね、今一緒に商品開発してまして、まず最初に出したのがこちらのメスティンでした。このメスティンはですね、 600ml、850ml、1000ml と、3種類ありまして、色も3色あります。色はですね、グリーン、レッド、イエローとなってるんですけども、こちらを作ったきっかけっていうのがですね、メスティンっていうと皆さんご承知の通り、銀色ですよね。で、銀色のものしかなくて、なんかこうもっと色で遊べるものがあってもいいんじゃないかということで、色付きのものを作りました。で、この色なんですけども、色はですね、 YouTube だったり Twitter だったりでアンケートを取ったりとかして、そちらを参考にして、この色を選定してます。なので、まあ他の商品でもですね、この色せっかくだから使おうよっていうことになりまして、今回はですね、こういったものをスケーターさんが作ってくれました。まあ、まずはね、こちらから行ってみましょうか。シェラカップです。シェラカップなんですが、こちらもね、同じ3色ご用意しております。で、このシェラカップはですね、アルミ製です。ステンレス製のね、シェラカップっていうのはよくあると思うんですが、アルミ製なので結構珍しいシェラカップになるんじゃないかなと思います。ここがね、ストッパーになってまして、これを外すと折りたためると。で、折りたたむとね、こんな感じでコンパクトになるんですが、スタッキングできるかな。あ、スタッキングも一応できますね。まあ、こんな形にはなりますが、一応スタッキングができるようになっております。で、こちらのシェラカップなんですが、メモリ付きとなってます。このメモリがあるなしでですね、使い勝手がだいぶ違うと思いますので、このメモリは入れてもらってます。で、ここにディブインネイチャーというロゴがありまして、こちらですね、こちらが、折り込むところとなっております。でね、嬉しいことにね、こちらにもね、ロゴが入ってるんですよ。僕のロゴが入ってるんで、これはね、やっぱり嬉しいなと思います。なんか製品化されたんだなっていう感じがして、これはやっぱ嬉しいですね。はい、ということでね、まずはシェラカップをご紹介しましたが、特徴としてはですね、アルミニウムのシェラカップだっていうこと、そして 300ml の容量となっています。で、こちらが折りたたみ式になっているので、スタッキングしやすい作りとなっています。で、続いてはこちらです。折りたたみハンドル付きのマグカップとなっております。こちらもですね、アルミニウムでできてますので、かなり軽いです。まあ、この容量としてはですね、 320ml なので、まあコーヒーとか飲むときにね、ちょうどいいサイズなんじゃないでしょうか。で、こちらもですね、3色揃ってますので、まあ黄色が好きな方は黄色で揃えると。で、緑が好きな方は緑で揃えたりとかで、このように僕好きなんですけども、女性が好きそうな色でもありますが、この赤、赤で揃えるっていうのもありじゃないかなと思います。で、続いてはですね、アルミトレイ、これはね、2個セットなんですけども、お皿ですね、アルミのお皿で、アルミだけあってね、だいぶ軽いです。で、サイズとしてはですね、手のひらサイズなので、これはですね、お醤油皿とかそういった使い方をするのがいいのかなと思います。まあ、なかなかね、今の時期難しいですけども、グルキャンとかに行ってですね、こういった皿があると、取り分けてもらったりするのに便利なんじゃないでしょうか。で、続いてはですね、アルミのスープカップ、こちらはですね、大きさが 12.5 センチとなってまして、2色展開になっております。赤と緑の2つがあります。側面はこんな感じかな。で、この持ち手もですね、折りたたむことができますので、かなりコンパクトに持ち運びが可能となっています。さあ、続いてはですね、蓋付きのアルミ鍋13センチ、こちらはですね、ちょっとね、こっち側はロゴが入ってないんですが、本来はね、入るはずです。これはね、試作品の多分サンプル段階なんでこんな感じなんですけども、ちょっとね、レアなものが見れたと思ってください。持ち手が赤と黒になってまして、このようにですね、蓋に色がついてまして、こちらは緑、こちらは赤ということで2色展開になっています。ここもね、一番上だけは黒だな、一番上だけが黒で、こちらに関しては、全部が赤となっております。で、中にはですね、メモリがついてまして、 600ml まで測ることができます。これは便利ですよね。で、同じようにですね、アルミ鍋なんですが、こちらは16センチとなっています。こちらもですね、同じく2色展開となっています。で、中はですね、このようにメモリがついてまして、1500ml まで測ることができます。このね、蓋とか持ち手の色が変わるだけで、だいぶ雰囲気で変わってくるので、まあ、結構ね、面白いものなんじゃないかなと思います。
今回のですね、このアウトドアカラーシリーズ、色を統一して楽しむっていうのも面白いんじゃないかなと思います。結構アウトドア製品っていうのはですね、色合いとしてはただの金属のシルバーだったりとか、あとはまあちょっと黒っぽいやつとか、そういったものが多いと思うんですが、ぜひですね、こういった色付きのものも楽しんでいただきたいなと思ってます。ということで今回は、これからですね、発売予定の商品をいろいろご紹介してみました。発売日が決まり次第ですね、また告知させていただきますので楽しみにしていてください。それでは。どうもこんにちは、今回はですね、ようやく完成しましたアルミメスティンです。メスティンのしかもね、カラーバージョン。このチャンネルをご覧の方はですね、今までの経緯を、よく知ってらっしゃると思うんですけども、 YouTube のですね、視聴者さんとか、あと Twitter とかで、アンケートを取ってですね、色を選定しました。ただですね、ちょっと申し訳ないところなんですけども、最初に、ね、アンケートを取るときにこの赤をね、入れるのを忘れてまして、アンケートとか終わった後にですね、そういえば赤やってなかったっていう話になりまして、急遽ね、赤はちょっと入れてます。あとこちらの黄色ですね、黄色に関してはなんて言うんだろう、よくあるようなサンドカラーとかを、イメージしてたんですけども、出来上がったものを見てみたらですね、これはこれでかっこいいんじゃないかっていう話になりまして、急遽ですね、こちらも入れています。で、アンケートでね、一番ね、人気があったのはね、こちらです。グリーン、それはですね、アンケート結果通りに、入れさせていただきました。で、今回こちらはですね、スケーター株式会社さんから発売されるんですが、サイズは3種類あります。まずですね、600ml、それと850ml、それと 1000ml と、この3種類をラインナップで揃えております。今までのですね、この下と蓋が一緒になっている色もありますんで、まあ、正しくは4色なんですが、とりあえずね、この3種類、これがね、新しく発売されることになります。スケーターのですね、社長さんともちょっとお話ししたんですが、くしくもですね、ガンカラーみたいになってるんですよね。これがうんで、これがうんで、これがうんみたいな、これはね、結構かっこいいものができたんじゃないかなと思ってます。でね、箱がこちらになるんですけども、大体ね、こんな感じのパッケージになる予定です。スケーター×かの力ということでですね、いいんだろうか、めっちゃ乗ってますが、いやすげえ話だな。実際にですね、発売されるものはもっとね、段ボールっぽい質感になるんですが、こういう感じでね、店頭に並ぶことになります。すごいなこれ。いや、こうやってね、形になるとね、すっごく嬉しい。で、箱にはですね、こういった QR コードがつく予定になってます。この QR コードを読むとですね、15秒でわかる YouTube 紹介動画というところに飛ぶんですが、この動画もね、僕が作ってます。なのでぜひ見てみてください。で、まあ、こちらはですね、以前から販売されているものの性能を引き継いでまして、まずですね、蓋はふんわりとした感じで蓋ができるタイプとなってます。そしてですね、メスティンっていうとどうしてもバリ取りをしたりとかしないといけないと思うんですが、これはね、もう最初からバリ取りする必要は全くありません。で、このメスティン自体にですね、アルマイト加工がされてます。料理をしてですね、汚れたりしても、綺麗にしやすいという特徴があります。で、今回ですね、スケーターさんに、アルミのカラーメスティンを作りましょうっていうお話をしたときにですね、一番最初に、僕がまあプレゼンというか、そういった話をしたんですけども、その時がね、赤でした。赤いメスティン作りましょうっていうことで、お話をしたんですけども、なぜね、そういった色を作りたかったかというと、いろんな製品がですね、世の中にはこういっぱい販売されてますけど、実はね、結構みんな同じようなものを使ってたりするなというのをちょっと感じてました。で、メスティンはですね、銀色のあの形しかなかったので、なんかこう、もっと選択肢があってもいいんじゃないかっていうのと、あと、なんか色合いがいろいろあった方が、なんかこう、選ぶ楽しみもあるし、使う楽しみもあるんじゃないかなということで、今回はですね、カラーメスティン、この3色展開をさせていただきました。何色が人気なんだろうな。やっぱ、グリーンはね、絶対人気だと思うんですよ。で、赤も絶対いいでしょ。そして黄色もね、いいんですよね。ちなみにね、このメスティンにはレシピがついてます。今回はですね、そのレシピの中からちょっと料理をしてみたいなと思うんですが、まずこちらがですね、 600ml でキノコとタコのアヒージョ、そして 850ml、 こちらでシーフードのワイン蒸し、そして 1000ml のもので塩蒸し焼きそばと、この3品をですね、ちょっと作ってみたいなと思います。
中に入れていきます。はい、ここにオリーブオイル、そこにね種を取った唐辛子、そしてキノコですね。ここに味付けで塩コショウです。さあ、セロリと魚とレモン、これを切りました。それをですねメスティンの中に入れていきます。アサリを入れていきます。はい、こんな感じで具材が入ったらここにレモンを置きます。さあ、ここにですね白ワインをかけていきます。はい、そしたらですねこれを蓋をして、焼くだけです。やっぱねこのねメスティンの色が変わっただけでね全然雰囲気変わりますね。なんかめっちゃおしゃれになった感じがする。これはねもうほんといろんな人に楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。さあ、この2品目を作ってる間にね3品目いってみましょう。メスティンの中にごま油、これで豚肉を炒めていきます。でピリ辛なのでここにね唐辛子を入れていきます。ここに焼きそばの麺を投入します。そしてネギ、ここにですね水をちょっと入れます。水を入れたら蒸し焼きです。さあ、そしたらですねここにニラ、そして塩昆布です。そこに胡椒。さあ、これでピリ辛塩蒸し焼きそば出来上がりでございます。うわ、美味しそう。さあ、それではですね今回作った3品、順番にご紹介していこうと思います。まず 600ml で作ったのがアヒージョ。さあ、続いてはですね 850ml、 これで作ったはず、こちらで作ったシーフードの白ワイン蒸し。こちらに関してはですね仕上げにオリーブオイルを垂らしておきます。さあ、そして最後の3品目です。 1000ml で作ったピリ辛塩蒸し焼きそば。さあ、これでですね全て料理が出来上がったところで、早速食べてみたいなと思います。いや、お腹空いてますからね。うん、あ、塩昆布がうまい、これ。
ピリ辛だからいいですね。さあ続いてはこちらですね、シーフードのワイン蒸しです。あ、うめえこれ。これもね、なかなか美味しいですよ。もうちょっと塩味が濃くても良かったかな。まあその辺は後で調整できるんで、これも作りやすい料理だと思います。さあこれね、これも絶対間違いないやつですよ。うん、美味しい。ということで今回は、スケーターさんとですね、開発してきましたこちらのカラーメスティン、こちらをご紹介しました。発売日に関してはですね、またお知らせできると思いますので、ぜひまたチェックしてみてください。で今回ね、開発したのはこの3色になるんですけども、これからですね、シェラカップもこの色が出ます。それとですね、マグカップだったり、プレート、あと鍋とかフライパン、そのあたりに関しては、赤と緑の、2色展開になると思うんですが、この3色がですね、揃って発売されるものもありますので、ぜひですね、ご期待いただければなと思います。で今回ですね、やっとこの3色のカラー展開、ご紹介することができたんですけども、まだですね、発表してないだけで、開発中のものがたくさんあります。ですのでまたそちらもですね、楽しみにしていてください。それでは